メイは絵語読みその第61回第14編巴崩し第7章続きから。おふさは須川六夜が自分を切ろうとしていることを告げたかった。六夜は自分の素性を見抜いたらしい。今度見つけられたら容赦なく切られるであろう。一言その事情を話して佐久間の庇護を受けたかった。しかし佐久間はそれ以上に逼迫した危険の中にいる。自分のことなどで時を費やしているうちどんな事態を弱気するかもしれぬと思えば、おふさは黙っているより他になかった。ご無事で、心の内につぶやきながら佐久間の姿が小隠れに見えなくなるまで見送った後、おふさは湖べりの道へ出た。物をお尋ねつかまつる。おふさを見かけるや、向こうから来た三人の先頭にいた陣屋源四郎が忙しげに声をかけた。はい、この辺りで武士数名が果たし合いをしていたというが、どこであるかご存じないか。はい、よくは存じませぬが。おふさは声の震えるのを抑えながら振り返って権現者の森を指し、あの森の後ろで恐ろしい人の叫び声が聞こえておりました。かたじけない。源四郎は振り返って、急ごう。うなずき交わすと貞之助、小菊、足を速めて森の方へ走っていった。おふさは茶店まで戻ってくる。おお、帰んなすったか。茶店の牢屋は走り出て、籠屋の衆が切り合いの真ん中へお前様が入って行かしちゃったというで、どうなったかと案じていましたぞい。私の知り人かと存じましたのでそばまで行ってみましたが、人違いでしたから戻ってまいりました。えらい度胸じゃ。お江戸の女子はこの辺りの男も及ばぬ勇ましいことじゃ。で、切り合いはどうなりましたぞ。さあ、よくも密に帰ってきましたのでどうなりましたか。おふさはなおも様子を聞きたげな牢屋の言葉を遮って、あの、急いで湯本まで戻りたいのですけれど、カゴはありませんでしょうか。ようございますとも、今すぐに頼んできますべ。親父が店を出るのと同時に道をこちらへ海外しく身支度した武士が20名ばかり、鉄砲を持った足軽を従えて走ってきたが、そのまま土ぼこりを立てながら湖に沿って権現者の方へ走り去った。小田原藩の山回り急を聞いて捕り物の現場へ急行する人々であろう。おふさは体を固くしてそれを見送っていた。第15編乱れ雲第1章。まだ口も開かぬか。軍太夫はそう言いながら部屋の中へ入ってきた。何度作りの日のささぬ暗い小部屋の中に50余りの痩せた男が裸にされた上から八重に縄をかけられ、うつ伏せに畳をかみながら低くうめいている。ああ、堂前鋳造は男の背刀の小尻を当てていたが、軍太夫を見ると体を開いた。なかなか強情なやつにて一言も舌を動かしませぬ。攻め方を変えるかの。食材を持て。あ、ついてきた若侍が足早に引っ返していったが、待つほどもなく食材を運んできた。三本とやら。軍太夫はろうそくに火を点じながら男のそばに身をかがめた。この上に強いて言わぬなら、不本意ながらちときつう攻めるぞ。いいかようとも。どうでもせいというのだな。よかろう、改めて申し聞かせるまでもあるまいが、その方を生かすも殺すもここでは勝手だ。よいか、その方の宅へは品川沖へ釣りに出たと言い遣わしてある。今宵これから釣り船を一艘仕立て品川沖に転覆させておけば、表向き溺死ということになるのだ。分かっておるであろうな。攻めい。絵師
三本は低く叫んだ。重蔵、ろうそくを貸せ。は、こやつを仰向けにさせろ。若侍と堂前重蔵、ぐったりしている三本の体を蹴返すようにして仰向けにした。四五日の間、絶えぬ折檻で顔に血の気もなく、目の落ちくぼんだ三本の表は勇気のようにすさまじく、散大した瞳は狂人のように宙を睨んで動かなかった。この火が見えるか。軍太夫の攻めは手ぬるいかもしれぬ。だが少々応えるはずだ。重蔵、は、こやつのこの目を閉じられぬように指で支えておれ。重蔵はそこへ膝をつき、両膝で三本の頭を動かぬように挟み、右のまぶたを両の指で上下に押さえつけた。千次郎は体を抑えろ。は。若侍は裸の三本の上へ馬乗りになった。軍太夫はろうそくの光を三本の顔へ近づけて。かかる前にもう一度聞く。吉田玄馬に頼まれて、戯作の絵を描いたであろう。どうだ。返事をせぬ上は、この熱浪で目玉を焼く。うん。絵師が見る力を失うのだ。見ろ、見ろ。ろうそくはもう傾いている。うん。どうだ。一言でよいが、もう好きにはならぬか。軍太夫の女のような声が危機を帯びてきた。三本はカッと見開いた目で、ろうそくを眺めながら羽を着ようとして猛然足を踏ん張ったが、すでに精魂の尽きた体は千次郎の力の下に哀れなのたうちを見せたばかりであった。一滴。軍太夫が低くつぶやいた。大きな老類が一滴、大きく押し開かれた三本の眼球の真上へつっと落ちた。第二章。凄惨な震撼が起こると同時に、馬乗りになっていた千次郎は横ざまに放り出された。八重に縛られた三本の裸体がさながら蛇のように波をぶって小部屋の中を縦横に転げ回る。軍太夫は三本の頭が足元へ来ると、いきなり右足を上げてむずと止めた。吠えるな。うん、鬼め。鬼と呼ぶにはまだ早いぞ。熱浪の味は二度目三度目が答えるのだ。重蔵、千次郎、こやつを仰向けにせい。は。二人は権下に三本を捕らえ、再び行がさせて動かぬように押さえつけた。牢を落とされた絵師の右の目は牢類で塞がれ、まぶたは膨れ上がった。熱い涙が乾いた牢の目尻から流れ出ていた。絵師、二度目だぞ。うん。今度の一滴が落ちると固め飯入るがよいかな。重蔵、牢をかき落とせ。堂前重蔵が頭を膝で挟みつけたまま、目を塞いだ牢類を静かにかき覗いた。この火が見えるか。軍太夫は三本の左目を覆って差し出すろうそくの炎、三本は赤く充血した右目を見開いて軍太夫の手元を見た。夜の帳を透かして遠い火を見るように薄く揺れる帳。まだ少しは見えるであろう。今のうちに十分に見ておくがよい。今度の一滴で右目を失うのだ。よくよく見ろ。痛むか。そうであろう。眼球の根は脳の髄にあるという。およそ火の熱は烈気にして皮肉を焼くが、熱浪は心身と骨に通るものだ。学魚の額に浪すれば七日定休山津とある。覚えておくがよい。重蔵、まぶたを押し開けろ。は。堂前重蔵が再び指で腫れ上がったまぶたをしっかりと広げる。待って。三本が叫んだ。めいはえごよみ、その第61回、第15編、乱れ雲、第2章、途中まで。2021年
8月27日。この続きはまた次回。